沖縄手帳発行人の時間。海の彼方沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらウチナーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、こんにちは。沖縄手帳発行人の前城です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、編集アシスタントの与那覇仁です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞き手は今日は朝からゆきちゃんこれマンゴーって言ってマンゴーをもらって超嬉しかったFM ギノワン田辺ゆきです。いいね。いいですね。はい、南国いいですね、はい、超美味しかったです、うん、今安くで売ってますよね。あ、はい、うんうん、1週間いかがでしたか。うんうん、あのマンゴーは何か所からいただいたんで私も美味しくいただきました。ね、美味しいですね、はい、今ね。でも面白かったのはね、夜ちょっと友達が来ていて一緒に飲んでたらその部下ってやつが来たんですよ。あと、はい、東京から来たんですけど、なんとね、あのもう沖縄すっかりハマってしまって、うん、あの沖縄の全離島制覇なんとあるんですか。相当ありますよね。うん、今ね30いくつかを回ってると。へえ、スタンプラリーみたいな。スタンプラリーみたいな、うん、絶対踏破するんだと言ってました、ね、これ、ね、沖縄手帳の中に書いてあるんですけど、はい、沖縄の島嶼が160あると、うち有人島が49島ありますと、はい、なってるんですよ。無人島もそんなにあるってことですね、はい、へえ。この島っていうのがね、これ国土地理院の定義と沖縄県の定義少し違うんですよね、うん、で沖縄県で採用しているのはあの100メートルたあのなんていう の, あの縦横100メートル以上じゃないとダメだと、はい、いうのがルールらしいんです、うん、はいはい、彼はあと十数頭だと言って一応友人のところだけ行くんですか。友人のところ全部無人は行かずに、まあ、無人はついでに行くんでしょうけどね。うん、はい、今頃やや参ってると思います。なんかそれでまとめて何かね写真集とかね、うん、あの随分写真を集めてるみたいでしたね。やったらいいのにね、はい、ブログとかね、うん、はい、はまっちゃってましたね。はい、ジンさんはどうでしたか。この週末はあちこちで夏のお祭りがあったそうですね。はいはい、私もあの自身は週末は首里の鳥堀町の夏祭りに参加させていただいてましたね。ゆきさんもどっか出てたって。はいはい、この普天間もね夏祭りやってたんですけど、私は合わせの1区と3区の方で合わせのちょんだら保存会入ってるので地元の方にやりました。踊りました。あちこちでね、この時期なんか決まってるんですか。なんでみんな19日いいと思ったんですけど夏休み最後の週末という週末でしょう ね, ね。ああいうなんか小さいこう地元のお祭りもいいですよね、はい、夏いいね、はい、はい、ではもうそろそろ夏休みも終わり近いですからね。そうですね、もうちょっとだけども満喫しましょう。さあ今日も沖縄愛するくぬみっちゃいしをお送りします。さてこの番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日のこよみ、ターチユキの聞きたいこと、ナイチャーのユキが今さら聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。ミーチジンのウチナー口講座、ユーチ歌まい、沖縄の歌が生まれた地を巡ります。そしてメインコーナーは沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは OKINAWA
TECHOU 沖縄手帳@gmail.com です。またユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。早速ルドルフさん来てますね。はい、さいこんにちは。沖縄手帳、前城さん、与那覇さん、今日はいや雪です。あとは雪です。こんにちは。で、首里の赤田のことかな、赤間って書いてるけど、赤田のミルク神のお祭りもあったんですねって来てます。そうですよね、なんかラジオで聞きましたけど、うんうん、赤田寸地の、うん、ね、うん、何があったんですか。私は行ったことないんですけど、ミルク運慶、ミルクの神様が大きな扇を仰いで、うん、なんか面白そうだね。写真見るととても綺麗というか、うん、八重山のやつに似てるような感じするね。あ、そうですね、あ、そうですね、ありますよね、うんうん、それもこの週だったんですね。はい、ありがとうございます。そしてリスンラジオでも聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は丸政印刷と沖縄サービスの提供でお送りします。今日の暦、今日の暦を沖縄手帳からうぬきやびら。今日は2017年8月22日、旧暦では7月1日。やっと7月に入ったようですね。六曜は戦勝、天候確率は晴天 60%。 今日は新月です。そして潮回りは大潮です。満潮干潮時刻は、満潮はこの後は夜8時で223センチ、干潮はこの後は午後1時39分で19センチとなっております。週初めの日の出日の入りの時刻は日の出6時4分、日の入り7時ちょうどとなっております。今日過去の出来事は1944年学童疎開船対馬丸沈没、そして2010年の今日、宮里藍日本人初のアメリカ女子ツアー5勝という出来事がありました。再放送をお聞きの方は今日は8月27日日曜日です。沖縄手帳発行人の時間。ゆきの聞きたいこと。では、ゆきの聞きたいことコーナーに参ります。沖縄の常識で知らないことが多いので、徳七さんに聞いてみようというコーナーです。沖縄手帳の今週のページ、過去の出来事を見ていますと、8月、25日のところに、文科省全国小学校学力テストで沖縄県が最下位を脱却し、24位に躍進、2014年と書いてあるんですけれども、あ、そして続きが、文科省全国小学校実力テストで沖縄県が24位から20位に上昇、2015年とありますが、はい、今は何位になっているのか、まあ、はい、っていうのと、まあ、ね、なんでこういうのが書かれているのかなって疑問に思いました。はい、これ編集する方も少し困ったところなんですけどね、まあ、ほぼ同じ時期ですよね。はい、で2014年に
あの全国最下位47位から24位、その翌年に20位と。であれば2016年はどうなのかということになるんですけど、はい、実はこれにはあのここら辺とても深い問題があります、うん、この全国学歴テストっていうのはあの長い間中断していたのが2007年に復活したらしいんですね。でそれから6年間連続沖縄県はずっと47位をキープしていたと、はい、全国最下位だったわけですね、はいはい。でこれじゃいかんだろうということで、うん、沖縄県の学校の先生とかは奮起しまして、うん、まあ、ある作戦を思いついたらしいんですね、はい。それは何かというと、この全国学力テスト の, あの過去問題集を徹底してやると、うん、過去問徹底対策と、はい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 、そうするとあの日頃の勉強の実力とは別に、うん、学力テストの成績は上がっていくんですよね、うんうん、でそれがうまくいったんでしょうね。47位から27位になって20位とこうどんどん上がっていったわけです、うんうん、ところがこの時に問題が出ました。県内からも点数上げるための対策だけで意味がないんじゃないかと、はいはい、実力が伴わないんじゃないかと、はい、でこれは実は沖縄県だけではなくて他の県でも一緒らしくて、はいはい、この全国学力テスト向けの対策、はいはい、まあ、テストテクニックですね、うんうん、それを集中的にやる県が増えてきたんですよ、はいはいはい、でその結果あの全国的な点数のばらつきが相当減ったらしいんですよね、はいはい、で文部省がもうこれを問題にしましてね、うん、あのこの学力テスト向けの対策をやるのは良くない、うんうん、それから1点差でも相当な順位差が変動が出ますんで、うん、あの1点3点とか1点2点とか1点未満 の, あの差異はもう発表しないと、うん、いうふうにしたらしいんですよね。そうしたら同列でぐるっと並んじゃうわけですよ。でそれを受けて実はあの2016年の結果が沖縄手帳には載ってないんですけど、はい、2016年に文科省からこの行き過ぎを是正するようにという勧告が出たんです、うん、でそれを受けて地元のマスコミもですね、それはそうだと行き過ぎだとあの順位にこだわるのはおかしいということになって、2016年からは全国第何位というのが出なくなったんですね、うん、これいろんな学科を統計してそれぞれのマスコミがなんか独自の集計方法で、第何位というのを出したらしいんですよ、うん、それがもう出なくなったと。じゃあ2016年はどうだったかと言いますと、一説ではあの20位から16位に上がっているんだというのもあるんですけど、うん、これ公の報道で出てこないんですね、うんうん、で、公に出てくるのはあのほとんどの学科で沖縄の小学生は全国の水準を満たしているとか、うん、水準を超えていると、うん、で一部の学科については特に数学なんですけど、あの全国上位クラスになっているというの報道になって、うん、第何位と分かりやすい報道はしないと、うん、いうふうになったんで、うんうん、とても報道の中身が難しくなって2016年からは沖縄手帳にこれ掲載できていないと、うんうんうん、まあ、やるべきではないという声も結構あったということなんですね。なるほどなるほど。で小学校の点数は上がってきたんですけど、うん、中学校はですね以前あの最下位らしいんですよ。お中学校はね、はいはいはい、でもこれも文部省の表現とかを借りれば、あの全国の水準との差がだんだん縮まりつつあるということになっています。うん、だから点数取りだけの対策ではいけませんよということと、うん、あと一つとも違和感があるのが、あの全国水準に近づくのがいいことだみたいになっちゃってるわけですね、うんうん、これちょっと疑問があるなという気はしますね。私もここを見てなんかすごい違和感を感じて、そんな必要あるのかなって、うん、はい、あの全国と飛び離れた数値でもいいんじゃないかという気がするんですけどね、うん、とにかくあの平均に合わなきゃいけないという考え方がまだ根強く残ってるという感じがしますね。でもなんかそのじゃあ分かりました、そのそれ以降やっぱりこの点数取りのための対策の時間とか取るのもやっぱり無駄だっていうかね。そうそう、それに対する別物、本当の実力と別物になってくるから、そうそう、なくなったっていうのは聞いてちょっと安心しました。はい、まあそういうことです、うん、もっと本当の勉強した方がいいんじゃないかとは思いますけどね、うん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 、はい、そういう背景があります。ルドルフさんが全国学力テストでは悪い生徒は休ませるということも点数が悪い生徒平均上げるためになるほどね、はあ、ひどいすごいですね。
これはいい対策かもしれません。でもこういうのは国はよくやるんですよ。ああ、そうなんですか。国というと変ですけど、はい、あの行政側は、はいはい、面白い、例えば年金とか税金の場合の未収率がありますよね、はい、それを上げるために未収を回収するんじゃなくて請求をしないと放棄すると。ほう、うん、例えば年金であれば学生たちを集めてあの請求免除ができるわけですね。ああ、それをどんどん取らせちゃうわけ、はいはいはい、そうすると分母が小さくなるんで分子回収できた金額が一緒でも回収率は上がってくると、はい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 、この方が手っ取り早いんで、うん、行政側はよくそういう対策を取るみたいです、はあ、もうすごいもう表面的な話ですね。あのルドルフさんから前哨さんに質問ですって来てますけどどうしましょうか。このまた今度にします。何でしょうかね、答えられそうかな。今時間的にはちょっと一応じゃあ読みますね。沖縄の中には沖縄戦は日本の国あん国体である天皇制を守る聖戦だという方が増えていますがどう思われますか、うん、かなり政治的な質問ですけど、うん、あのこれ後でも出てくるんですけどやっぱり日本の8月15日の無条件降伏は国体ですね、あの天皇を元にした国体を維持することが目処がついたんで降伏するよということだと思います、うんうん、で沖縄戦もあの沖縄、まあ、日本軍からすれば到底勝ち目のもない無駄な戦をしているわけでそれは時間稼ぎのためにとんでもない犠牲があったかなと思います。でドロフさんの今のご質問は今日のテーマ、あの対馬丸事件とか、はい、この後ね、はい、後半で、はい、あとは世界の打ち上げ大会にも、うん、多分同じようなテーマが出てくるんじゃないかなと思いますから、うんうん、一緒に考えてみたいと思います、はい、また後半で。あとはお父さんお昼は家で食べるって、これは徳一さんの娘さんのなりすましですか。来てますけど今日はねちょっと出かけるのがあるんであの外で食べます。もしかしたら晩飯も今日うちでいらないかもしれないんでお母さんに言ってて。はい、以上ゆきの聞きたいことでした。一旦 CM です。10秒前です。島の言葉はしいね、国人はしゅん、人のうちなぐち講座。ならちとらしい。はいさい、はいたい。ゆきさんも徳志さんも名なち、一なさそうるはじやしが。そんなでもないですけど。まあまあまあ。まあまあ。チムンカラダン、ヤシムシトウビガヤ。はい。中のちなぐちや、クタンディトン。うんうん。クタンディネーランガヤとか、疲れる、うん、疲れた。疲れる。疲れた。うん、実はこの間ネットの記事で面白いのを見て、なんか仕事とか、まあ、ちょっとした家の掃除とかでもいいんですけど、うん、疲れた時にああ疲れたって言葉に出して言った方が、うん、この脳波のなんかストレスの数値が下がる、うん、みたいで、そうなんや、疲れ休憩しながら次何やろうって考えるよりはもう一旦疲れたって言ってため息つく方が、うんうん、ストレスが軽減されて実は次の仕事がはかどるという、この中で疲れたっていう言葉は実は、ね、マイナスなイメージありますけど、うんうん、実は口に出した方がいい時もあるそうで、あ、まあ、確かにそうかもなとも思いながら、それで今日は疲れた、うちなぐちでじゃあどういうかということで紹介したいと思います、うん、クタンディトン、まあ、疲れたにもいろいろレベルというか表現の仕方があるんですけれども、まあ、まず間違ったものから言えば最近の 若者が
よく2リ、2リって、うんうん、私ももう使いまし、うんうん、2リッター、2リッテル、うん、まあもう学生たちはもう疲れたっていう意味で使うことが多いんですけど、あの本来はまあ飽き飽きしたとかちょっと飽きたとかそういうのがまあ本来の意味ですね。私は分からなかったです。へえ、なんか嫌なことなんだろうなとは思ったけど、そう飽きたってことなんですね。もういい、うん、もううんざり、うんざりとか、あそうか、うん、そうか、はいはいはい、ニリトースターとか、うん、ニリ、まあ学生としてはもう疲れたっていう時に、ああもうニリとかってよく言いますけど、まあまあ意味合いとしては似てますけどね、だるい的な、だるい的な、うん、本来はもう飽きたとかいう意味です。で、じゃあ本来の疲れたとはどういうかというと、ちょっと疲れた程度の、例えばもう運動して走って一時的に息が切れて疲れたとか、階段登って疲れたっていうような疲れは歌トーンっていう言葉があります、うんうんうん、それを今聞こうと思ってました、うん、歌ってや裏にてあるなと思って、これもうんうん、まさにそうですね、歌とおっさーって疲れた、うんうん、で面白いのが、あの日本語だと疲れたって過去形の表現になるんですけど、うんうん、うちなぐちでは過去形の表現にならなくて、もう 今現在疲れてるので、歌とんって疲れているっていう現在進行形でしか、あの聞いたことないですね。これ面白いね。面白いですね、日本語って疲れたってなぜか今疲れてても過去形になってしまうんですけどね。本当だ、まあ、うちなぐちでは歌とん疲れている、では、あのもっともっとさらに疲れた時、このもう息が切れるような疲れじゃなくて、もう1週間休まず仕事をしてというような、もうくたくたになるような、くたびれたというような疲れ具合は、この先言ったくたんりとんになります。うんうん、歌とんよりももっともう体がもう動きたくないと思うぐらい、くたんりとん、くたんりとんさ、くたんりねえらんがや、くたんりとんになります。もうそれはでも現在中と過去形の表現の違いっていうのは分からなかったな。面白いんですよね、これも、くたんりとんもくたびれているっていう、あくまでも直訳するという意味で、くたびれたという過去形ではないのは面白いですね。確かに今現在の表現ですからね、体の状態を表すっていうのは。でまた、あの日本語の疲れたという言葉に似ているうちなぐちで、まあチカリトン、チカリユンっていうのあるんですけど、この疲れ、チカリトーンの疲れたっていうのは、あの心、精神的な疲れを表すときには日本語の疲れたから来ているチカリトーンっていうのを使います。ツイキャスにエイリアンさんが人生に疲れたって来てます。人生の場合はもうチカリトーンですね、はい、まあ、本当に精神的に疲れてるときはチカリトーン。いや、これは分からんけど沖縄の方が当たってるような感じですよね。あの疲れていますよと、疲れてる最中ですよという主張してるんだから。そうですよね、うんうんうん、疲れてしまったというので終わってしまうと、これ過労死につながっていくんじゃないですか。確かにそうかもしれない。そうですね、まあチカリトーンでもよく聞きますけども、このチカリトーンっていうのは体じゃなくて心の疲れ、うんうん、でちょっと息が切れるような、あの運動の疲れっていうのは歌トーン、歌トーン、そしてもうクタクタに疲れてしまったっていうのがクタンディトーン、クタンディトーン、はい、今日この3つの疲れたを紹介しました。うん、使い分けてみると、あのおじおばあから喜ばれるかもしれない。うん、じゃあこれ言った方がいいんですよね、疲れた時は。ああ疲れたって言った方が、ため息ついた言った方がストレスも軽減されるみたいですよ、科学的に。というわけで、じゃあ今日はクタンディトースターって言いましたか、もうくたびれたよっていうわけで、クタンディトーン、クタン、まあ、クタンディト、クタンディトーン、クタンディトースターって言った方が自然かもしれないですね。はい、じゃあいきましょう、クタンディトースター、はい、クタンディトースター、クタンディトースター、はい、はい。ルドルフさんが疲れたは完了の意味ではないですか。そうです、疲れた、でも、うん、ね、完了っていうか、でも疲れてる時に疲れたっていうから、うんうん、確かに疲れている、疲れ終わってはないですよ、うんうん、でも終止形というか終わったということになってますよ ね、うん、だから疲れた状態が今継続してるんであれば、俺は休みたいとか仕事したくないと言えるんですけど、うん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 、もう疲れただったらね、疲れてしまったったら、そうか。ね、そうですね。そう、この面白いのが前にも紹介したかもしれないけど、沖縄のありがとうを見せるニフェーデービル、実はあの、うん、首里 あの先輩たちはニフェーデービタンっていう、ありがとうの過去形っていうのはもともとないよっていう方が多くて、ね、うんうん、日本語のありがとうございましたを無理やりうちなぐちに訳したから、うんうんうん、ニフェーデービタンっていう過去形になっただけで、うんうん、
ニフェーデイビルはもうニフェーデイビルでしかない、はい、ありがとうの気持ちはもう過去形にはならないよって、うん、そうね、教えてくれてました、うん、はい、あの、うん、ラジオとかいろんな聞いてても気になるね、うん、はいはい、ありがとうございましたなのかありがとうございますなのかと、うんうんうん、でも日本語でじゃあありがとうございますって帰り際に言うってちょっとおかしくないですか。ありがとうございましたじゃないですか。今まだ感謝の気持ちを持ってる状態ですからね、うん、あ、でも優しい感じもするといえばするけど面白いな、うん、これは言う時の雰囲気だとか、うんうん、眼差しで分かるんじゃないかな。うーん、まあ先に帰ろうねと一緒かな。うん、そうですよね。あ、いいですね、はい、面白い。キキマルさんは疲れるとか言うかな。うん、確かに疲れる、まさにそれはもう現在進行形で疲れてる時ですよね、うんうん、うちなぐちに近い表現はそれ、うん、これかもしれない、うんうん、はい、面白いです ね、 ね、この違いもね、はい、ありがとうございます、はい、以上、うちなぐち講座やいびーたん、ニフェーデイビル、ニフェーデイビルですね、はい、ニフェーデイビル。イミヤチョン、あの歌と星のゆいどやゆる窓にを飾りて花のもとしのでそでにみみをつち戻ろうりしゃ。2018年版沖縄手帳特別資料編歌舞い。はい、今週の歌まわりは南部与那原町から、京浜鉄道節を紹介したいと思います。はい、まあもう皆さんご存知の通り沖縄にも戦前は鉄道が通っておりまして、まあ、京浜鉄道と言われる、まあ、親しまれて京浜と言われていたそうですが、この第1号路線というのが那覇与那原間を走っておりまして、これは1914年に開通したのが始まりだそうです、うん、徳石さん見たことありますか。京浜鉄道時代が違う、失礼しました。戦前を生きた人です戦前ですか、はいはいはい、はい、まあそうなんですね、1914年に開通した京浜鉄道ですが、まあ、沖縄戦で跡形もなく破壊されてしまったんですが、はい、まあ、この京浜鉄道武士、作詞が徳田安秀さんという方で、もともと新聞記者をやられていた方だそうですね、うん、はい、沖縄タイムズの記者でね、うんうんうん、結構洒落たユーモラスな随想を結構書いてる方です、ね、うん、よく本もたくさん出版されてますよね、うんうん、図書館でよく見る名前ですよね、うん、奥さんがね、徳田美奈だったかな、うん、女性初の校長先生で結構有名です。ほうほうほう。そして作曲が、三田真一さん、彼はフォーシスターズの別の人気の有名な曲であるチンヌクジューシーの作曲もされた方ですね、うん、はい、でこの京浜鉄道節の歌碑がどこにあるかというと、与那原の駅舎というのがあれは 復元されたというのか、場所は与那原の交差点、与那原警察署があるところのすぐ近くなんですけど、なんて言ってるか、向こう通りに面してなくて裏通りに入ったところなので探しにくいではあるんですけど、住宅に囲まれたポツンとした元与那原駅の駅舎跡っていうのがあります。で本当にもう当時の面影を残すちょっと西洋風な作りもあって、立派に復元されている駅舎にあります。でこの、京浜鉄道節ですが、1962年に発表されました。このフォーシスターズという、まあ、民謡のこの姉妹の兄弟グループで、歌われて、人気を集めた歌です。でこの林に出てくるしったんがらがら、しったんがらがらという言葉が出てくるんですけれども、はい、まあ、県外の方には聞き慣れない言葉かもしれませんが、うん、日本語で言うとシュッシュッポッポみたいな、おー、そうなんですね、うん、ガタンゴトンというのか、この電車の走る音ですね。しったんがらがら、しったんがらがら、まあもう一つは石炭で燃やして走らせていたので、その石炭としったんをかけて
知ったんがらがらという言葉ができたとも聞きましたけれども、うーん、この那覇 と、この与那原を行き交うこの汽車 の、 この情景というのを表現されている歌で、で歌詞がどのように始まるかというと、警備汽車ぬてまかいがなあファヌマチゴアヌタルガーやコーティムドヤイサーターで打点もきてやふちゅんしたいアヒビがチバリアをなゆるきてきんアフィーアフィーということで、これどういう意味かというと、警備汽車ぬてまかいが警備汽車に乗ってどこに行くのと、でなあファヌマチゴアヌタルガーや那覇の市場のタルガーヤに行くと、うん、タルガーヤってじゃあ何かというと、うん、タルガーというのは昔この黒糖を、うん、船に乗せて本土に出荷するときに黒糖を詰めていた容器のことをタルガーという、うん、ワインとかを貯蔵するタルに皮と書いてタルガーなんですけど、多分この与那原でサトウキビを作ってる砂糖を作ってる人の会話だと思うんですけれども、うん、那覇の町にタルガー屋に行ってこのタルガーを買ってくると、で買って戻ってきてこのサーターデーを設けると、うん、だからもう、この容器を持ってきて与那原で砂糖を詰めてそれを、うん、売ってる商売人の会話ですね、うん、で、その砂糖を売った後打点儲けてたくさん儲けてヤーフチュン、うん、やお家を建てるんだと言っています、はい、でしたいアヒルが、チバリオしたいというのはしたいヒャーそうだアヒグはお兄さん頑張ってよ、ナユルキテキンアフィーアフィーこの、ね、キテキの、うん、もう一緒に応援しているよと、でアヒグはお兄さんを意味するアヒグはとキテキの音を表すアフィーアフィーっていうのをまた発音をかけて歌われている歌ですね、うん、でこの歌に関する歴史もそして汽車に関する歴史もこの与那原の駅舎跡に資料館ができてます。でまたこの写真資料とかとは別にこの街並みの模型なんていうんですかね、模型っていうのも作られて、でこの間新聞に出たのが今流行りの VR このメガネの装置をつけてバーチャルリアリティ、そう、うん、バーチャルリアリティで装置をつけてこの与那原の駅舎周辺の当時の、うん、映像を見ることもできるようになっているそうですので、うん、ぜひぜひ行ってみてください。というわけでじゃあ今日は警備鉄道節をお送りします、はい、ではフォーシスターズで警備鉄道節です。好好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 
どい、ああ、えらい、ああ、しんどいは言うけど、えらいはおばあちゃんは使ってたけど、私は使わないな。えらいは言うてたわ。えらいなんて起きないで言わないで、言わないで起きないで。ああ、えらいはって、うん、もうすぐ言わないですけど、うちのおばあちゃんは言ってた。疲れたっていう意味で。もうしんどい。しんどいわ、これ。しんどい、もう。疲れたなんですけど、しんどいは言うけど、しんどいとえらいは一緒です。補足あります。シスターズで警備鉄道節をお届けしました。今週のお玉愛は警備鉄道節でした。一旦 CM です。風邪ひいた時とか死ぬ音は大丈夫、大丈夫、大丈夫。マイクのあっち向けたら多分相当入るんですけど、このマイクあんまり方向がこっちしか入らないんで。時しかしんどいって言わないんですか、うん、あ、病気しか言わない。病気した時とかしんどい。はい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 。こんな歌ではなく工事音だったんですね。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前代です。はい、編集アシスタントの与那覇仁と、沖縄留学中のゆきが FM ギドワンのスタジオより生放送でお送りしております。 FM コザ、 FM 那覇でお聞きのグスーヨンユタサルグトゥ、メッセージもお待ちしておりま、おります。アドレスは沖縄手帳 @gmail.com です。それでは沖縄の今日の出来事のコーナーです。はい、うん、実は今日の出来事のテーマを2つ用意してまして、先ほどありました、学童疎開船対馬丸が沈没したというのが、1944年昭和19年、まあ、73年前ですね。昭和19年ですから沖縄戦が始まる前の年ということになります。これはサイパンが陥落しまして、その後沖縄戦があるだろうということで、まあ、軍とか政府の命令で、子どもたち、主に小学生ですけど、学童たちを本土に疎開させようということで、まあ、疎開船3隻に、駆逐艦2隻が護衛に出てですね、8月の21日に那覇港を出港したわけです。でその中の一番大きな船がこの対馬丸だったわけですね。まあ、そこに約1800年ぐらいの乗組員がいたんですが、うん、やはり途中でアメリカ軍の 潜水艦の攻撃に遭いまして沈没してしまったんですね、うん、でその時の記録を見ると、この対馬丸が沖縄にやってくる時から米潜水艦はずっと追跡してるんですよ。で那覇港を出てずっと追跡してきて、うん、途中で攻撃を仕掛けると。でアメリカの潜水艦は2隻撃沈したんだと思い込んだらしいんですけど、はい、実際には対馬丸に4発かなの魚雷が命中しまして、はい、これは、まあ、73年前の2月22日の夜の10時12分らしいんですね。ん、8月ですか。8月の、ごめんなさい、はいはいはい、でその時にずっと潜水艦が追尾していくいるっていうのは船側も分かって、日本軍も分かってましたんで、うん、ジグザグ運転をしたりですね、うん、子供たちを甲板に集めて甲板で寝るようにと、救命衣をつけて甲板で寝るようにという指示をするんですけど、はい、とても収まりきれなくて、うん、3分の1ぐらいしか夜は甲板にいなかったと言われていますね、うん、でそこに突然魚雷が、命中で、最後の魚雷が後部に命中して爆発を起こして船が沈没してしまうと、うん、いうことなんですけど、
実はこの時の死亡者の数がですね、あの1800人のうち生存者は259名ですから 15% 未満の生存率なんですね、うん、これ悲惨なのはですね、あのこの小学生たちの学童が約800人いたと言われていますけど、はい、助かったのはあの60名足らず59名で生存率は 7% ということですから、うん、あのとても大きな被害を出しまして、うん、沖縄戦の中でも最大の悲劇の一つだと言われています、はい、で遭難した人たちの遭難記を見るとですね、ちょっとびっくりしたんですけど、あのものすごく寒かったというんですね、はい、夜は凍えるぐらいの寒さ で、はい、で日中になりますとあのものすごい熱あのこう、うん、暑くてですね、うん、もう肌が焦げついて喉もカラカラになるんですけど、はい、水も当然飲めないわけですね、うん、でそして夜がやってくるとあの凍え死するっていうんですかね、凍死する人も続出するぐらいだったらしいです、はい、体がずぶ濡れで急激に温度が下がってきたということだったらしいです。で大体の方が 2,3 日で生きている方は救助されるんですけど、はい、長い場合には10日ぐらい遭難していたという人もいたようなんですよね、はい、実にあの悲惨な出来事ですね、うん、結局その遭難現場にはあのサメもたくさん出没しましてですね、うん、まあ、サメに食いちぎられたりとか、あるいはあの、まあ、イカダとか浮遊物にしがみついて生き延びていくんですけど、うん、やっぱりくたびれてしまって手を離すともおしまいなんですね、うん、まあ、そんな中でこの悲劇は実は軍の命令であの秘密にされてしまうわけですね、うん、でも府警たちはですね、あの着いたら無事着いたという連絡が来るという約束だったんですけど、うん、それが来ないんで、うん、どうも遭難したんじゃないかなという噂が出て、うん、まあ、ある人はあの憲兵隊とか軍隊にねじ込むわけですね、うん、でも憲兵隊は、まあ、ある人の他県ですけど、自分たちは何の報告も来てないと、何もなかったと言うんですけど、うん、その目を見て、あ、これはもう沈没したんだなと、うん、まあ、分かったというふうに書いてありますね、うん、でその遺体の多くが奄美大島の宇検村というところに流されて着くんですよね、うん、そしてちょうど今年なんですけど、今年の3月にその宇検村の海岸に対馬丸遭難の日というのが建立されたと、うん、いうことがありました。で実はこれで思い出したのがですね、あの東京であの沖縄戦の展示会が行われた時に天皇陛下ご一行がそこを見学にしまして、そのご案内をしていたのが外間生前先生、あの沖縄学の大家なんですね。で天皇家に対して何でも沖縄の歴史をあの信仰している、まあ、交渉している方なんですけど、うん、その方が天皇皇后両陛下を案内して、で対馬丸のパネルのところに来て、あの言うつもりはなかったんだけどね、つい言ってしまったのが、あの私の妹もこれに乗ってましたと、うん、そういうふうに言うと天皇皇后両陛下は足を止めてもう動かなくなったという、あの時は自分も、まあ、思わず言ってしまったというふうに書いてあるんですけど、しかしこの外間生前さんがその時言わなかったのがいくつかありましたね。外間生前先生自体もあの浦添前田高知の戦い、今のあの映画の白装リーチの戦いですね、これに参戦してるんですね、うん、学生を1年早めに繰り上げで参加しまして、800名の部隊のうち20名ぐらいしか生き延びなかったというその一人なんですよ、ね、うん、とても悲惨な思いをしたらしいです、うん、さらに外間生前先生の兄もですね、お兄さんも沖縄戦で、自決してるんですね、うん、そういうことを、まあ、おそらく言えなかったんだろうなと思いますね、うん、でその後あの対馬丸記念館というのが波の上の護国寺の隣にできまして、今でもまあ、多分今日もそこでイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにあの天皇皇后両陛下があの視察に来たことがあるんですね。で当時そこのボランティアガイドをやってた方があのガイドはできないって言ってた、うん、まあ、気持ちとしてはあの天皇皇后の気持ちは分かるんだけど、うん、あの時の、
まあ、国体のために天皇のためにと死んでいった多くのことを考えると、うん、案内できません、うん、ということで、まあ、お断りしたという話がありました、うん、まあ、先ほどの質問にもちょっとつながるのかなと思いますね、はい、あと一つのテーマの方に行きましょうか。これは8月23日、明日のことなんですけど、1990年ですから、もう今から何年前ですかね、あの第1回世界のウチナーンチュ大会というのが開かれました、去年の10月に第6回の世界のウチナーンチュ大会が開かれて、はい、10月30日が世界のウチナーンチュの日に制定をされました、はい、まあ、5年ごとに開かれる、まあ、沖縄県最大のイベントなんですよね。でよその県にはこういう例はほとんどないということなんですけど、この大会が生まれた時の経過をちょっと振り返ってみたいと思います。実はあの私もですね、この第1回の世界のウチナーンチュ大会の時は、まあ、スタッフとして参加してたということもありまして、はい、よく覚えてるんですね、第1回この1990年の8月の確か21日からでしたかな、から23日から3日間開催いたしました。それはあの浦添のコンベンションホール向こうで方で行われたわけなんですね。でこれがなぜ起きたのかということなんですけど、実はその数年前から地元の琉球新報社が世界のウチナーンチュを調べるということは2年間にわたって連載シリーズを出したんですね。でいろんな国に移民していた人たちが活躍しているよというのを伝えたんですね。でそれが契機になって今度は沖縄テレビ OTV で、これもあの間隔空くんですけど15年間にわたって世界のウチナーンチュ聞こうという番組を取り上げて、これ随分あの沖縄は盛り上がったわけですね、うん、そういう中で、当時の県知事、これはあの西銘淳二という保守系の県知事なんですね。で西銘淳二さんは沖縄で非常に珍しいんですけど、東大を出て外務省に入って、まあ、非常に早い時期復帰前に沖縄に戻ってきて政治で活躍するわけですね。で沖縄は復帰運動の煽りもありまして、ずっと革新形成が続いておりましたけど、その革新形成を打倒して保守側から県知事になったのはこの西銘知事なんです、はい、で彼が、訪米していてアメリカのアトランタ州、西銘知事は後にアトランタ州が沖縄大会発祥の地だというふうに語っているんですけど、そのアトランタ州の沖縄県人会の集まりに参加したときに、アトランタのウチナーンチュから、あの、なんて言いますか、魂の補給、魂の栄養補給のために沖縄に戻るんだと、戻りたいんだというような話をしてまして、うん、それを彼はずっと考えていて、あの世界のウチナーンチュのネットワークを作ろうと、世界からウチナーンチュを集まってもらおうということで、このウチナーンチュ大会が生まれたわけなんです。で西銘淳二さんは保守系だったんですけど、彼の有名な言葉の中にある時、あの新聞記者から沖縄の心というのは何ですかというふうに突然尋ねられるわけですね、はい、で西銘淳二が答えたのが、あのうち大和人中になろうとしてなれない心というふうに答えたわけですね、うん、これはあの全く不意打ちの質問だったらしくて、うん、西銘さんは思わずポッと出てしまった、まあ、本音が出たんでしょうね、うん、でそれを聞いた新聞記者はびっくりしたわけですね、まあ、保守系の自民党で、しかもあの東大のエリートコースを出ていた方がそういうふうなことを言っているのはとても考えられないということで、うん、当時大きな問題、大きな話題になったんです、ね、はい、でその西銘さん の沖縄のアイデンティティに対するこだわりがあって、そこから世界のウチナーンチュ大会が生まれたんだろうなというふうに思います、うん、でこの時私もあの最終イベント会場にいましてですね、まあ、イベント終了のセレモニーが終わった後で広場に県民あの世界のウチナーンチュの人たち、県民の人たちが集まって、そこに琉球祭り国代行が入ってきて全員でカチャーシー大会をやるっていうことになってたんです。それがすごい群衆で、警察から連絡がありまして、あの警備に自信が持てないんでカチャーシー大会中止してもらえというのがあって、カチャーシー中止というのを目の前で見たことがあります。
うん、それぐらいの盛り上がりがあったわけですね、うん、で復帰をして、まあ、十数年20年経って基地の問題はあまり変わらない、それから、本土との違和感もまだ薄れてなかったんですよね。その中で、世界の同胞がいるんだということがうちらの人に対する大きな誇りになったんだろうなと、まあ、いうふうに思います。でそのうちらの主体会1回目は、ね、テーマソングというのどうも決まってなかったような感じなんですけど、そのうちらの主体会の2回目3回目のテーマソングになったのがディアマンテスの片手に三振をという歌が、2回続けてテーマソングになりました。アルベルト・シロマはペルー出身の沖縄県三世なんですね。で日本で音楽活動をやりたいということで日本に来るんですけど、どうも東京ではうまくいかなくて、それで沖縄祖先の地の沖縄に戻ってきて慣れない戦線をやっているうちに自分の音楽のルーツはここにあるんだと、祖先のルーツもここにあるんだというのが本人も見つけてですね、でディアマンテスというグループが作られて、その三振片手という歌がヒットして、それが、世界中チラッ大会のテーマソングになっていくわけなんです。でさらに面白いのはその彼の祖先は名護の方なんですけど、あのペルーに移民をしていくときにですね、当局から三味線は持っていくことはダメですと、禁止だと言われたらしいんですよ、うん、でそこでペルーに行って沖縄民謡をやったり三味線弾いたりすると周りから気な目で見られると、差別されますよと、だからダメですということだったらしいんですけど、うんうん、実際は多くの方が三味線を隠していったんですね、うんうん、でアルベルト・シロマもおじいちゃんの家に行くと三味線が飾ってあって、それも大事にされていて、子供だけどそう簡単には触らせてもらえなかったというの思い出をしています。うん、ね、今日番組のちょっと前にイキさんと話したんですけど、あの甲子園で沖縄のエイサーとかが禁止されたという話も今日たまたましてたんですね、うん、それもやはりキーだからということなんですね、うんうん、でもこれは民族の、まあ、文化ですから、それを差別したらいけないわけですね、うん、ということで、言いたいのがあるんですけど時間がないんでアルベルト様の音楽を少し聴いてみましょうか。アルベルト・シロマさんの片手に三振を聞いていただいてます、うん、このアルベルト・シロマさんが公演で話をしている自分の祖父の話はとても面白いんで、はい、いつか時間があれば、紹介したいなと思うんですけど、はい、まあ、今日のテーマの中で、例えばあの移民に行くときに沖縄の三振を持っていくと差別されるからダメですと、はい、もう実際多くの人たちが持っていて、うん、これを家宝として伝えたわけですね、はい、うん、でまあ甲子園でも演奏は禁止だって言うんですけど、うん、それは禁止しようがないと思うんですね、うん、そこに伝わる沖縄の人たちの心っていうのは今でもずっとあの残り続けているわけです、ね、
だから沖縄をなくそうとしてもこれなくせないです、うん、まあそういうのを我々も引き継いでるんだと思いますね。はい、まだまだ語りたいところですけれどもお時間となってしまいました。たくさんメッセージもありがとうございました。終わってから読ませてもらいますね。それではまた来週のテーマは何でしょうか。来週は何だったかな。埋没トンネル開通、そうそう、これチンマイトンネル、あ、ごめんなさい、埋没チンマイトンネルとか、はい、ちょっと難しいんですけど、国連人権委員会、人権委員会が沖縄の人々は先住民族であるというレポートを出したのが29日なんで、その問題についてもちょっと触れてみたいなと思います。はい、トアンシェ、またウィーチェウガナビラ、はい、沖縄手帳発行人の時間。この番組はマルマサ印刷と沖縄サービスの提供でお送りしました。